鳥居より、随神門を垣いまみる福井県指定文化財、随神門三国神社は、福井県堺市にある神社である。旧社格は、県社、式内社、越前国堺郡三国神社の、後営者とされているが、実際には、祭祀の継続性はないものとみられる。大山区い命と携帯天皇を祭り、地元では、お三の山と呼ばれている。霊祭の三国祭りは、 福井県指定の無形民族文化財に指定されており、北陸三大祭りの一つとされる。三国神社の名は、縁起式神明朝に、初めて登場する。当地は後に、慶大天皇となる王道が治めた地で、慶大天皇の没後に朝廷によって、慶大天皇を祀る神社として創建されたのが、始まりとする伝承があるが、それを示す資料は存在しない。 縁起式神明朝に記される、三国神社は、中世までには廃絶したものとみられる。現在の三国神社は、天文九年、武田川の支流の兵庫川から流れてきたとされる、御神体を住人が拾い、当地の正友院に収めたのに始まる。天文十三年、正友院の院主、清志が、境内に勝者を混流した。永六七年、清志の弟子の住元が、 現在地の桜谷を開き、山王宮を建立した。明治3年、式内、三国神社の公営であるとして、山王宮は三国神社への解消を藩に願い出たが却下され、地名を取って桜谷神社に解消した。明治5年、近くにあった、携大天皇を祀る水門宮を合志し、脇祭神とした。明治18年、三国神社への解消が許可され、 原社名となった。AB、福井の文化財、三国神社随神門。福井県、2018年3月10日へ覧。AB、福井の文化財、三国神社霊体祭、三国祭。福井県、2018年3月10日へ覧。三国祭り保存振興会。ありがとうございます。